今日はツタヤのオリジナル文具を展開するヘデラで文房具を大人買いしてきたので、そちらの方紹介していこうと思います。最近こちらのブランドを知りまして、すごいおしゃれな文房具をたくさん販売しているブランドとなっております。どれも見た目の割に結構安くて、ついついたくさん買ってしまいました。ということで今日は買った文房具を開封して全部試していこうかなと思います。ヘデラは多くの製品でブラック、ホワイト、カッパーの3種類のカラーバリエーションがあります。自分が買ったのは結構バラバラの色になってしまっているんですけれども、それぞれの文房具の一番似合うかなという色を個人的にチョイスしてきました。では買ったものが多いので早速紹介をしていこうと思います。まずはヘデラのプラスチックイレーサーのホワイトですね。無駄のないすごいシンプルな見た目の消しゴムとなっています。こちらのサイズは M なので税込み121円しました。結構大きい消しゴムなので革の筆箱に入れておこうとすると支障が出るかなと思います。こちらの消しゴムは結構弾力があって持ちを触っているような感覚です。ちょっと消してみたんですけれども結構消しやすいなと思いました。ただゴムの消耗が早くて消しくずがかなり出てしまうので、机の上が汚くなりやすいのは注意していただきたいなと思いました。しっかりと消しくずはまとまってくれるので、ゴミ箱とかが近くにあればすごい使いやすくておすすめできる消しゴムとなっております。弾力がある消しゴムなので消し味もすごく良くて気に入りました。税込み77円の小さい消しゴムもあるので、今度またツタヤに行ったら小さい方を買おうかなと思います。実はもう一個消しゴムを買っていまして、こちらはヘデラのスライド消しゴムのブラックですね。こちらは結構短い見た目のピンポイント消しゴムっていう感じなんですけれども、ペンテルのクリックイレーサー4プロとペンテルのアインクリックを合わせたような見た目となっています。税込み110円なのでピンポイント消しゴムという部類の中ではかなり安いかなと思いました。自分がすごくいいなと思ったのがスライドの仕心地なんですよね。結構軽い力で上げ下げできますし、クリックイレーサー4プロのように音が大きすぎるということもないので、非常に使いやすいスライド式消しゴムだなと思いました。これは結構癖になってしまいますね。だいぶお値打ちなピンポイント消しゴムなんですけれども、消しやすさについて見ていこうと思います。さっき紹介した普通の消しゴムよりも硬いので、サラサラと消しているといった感覚ですね。消し始めはいいんですけれども、最後のしっかりと消す段階まで来た時にだいぶ消えにくいですね。結構紙の上を滑っているような感じで、加えた力をうまく消すということに使えていないかなと思いました。ただ、自分の場合は結構筆圧が強いので消えにくかったんですけれども、筆圧の弱い方にとっては持ちやすくて十分使いやすい消しゴムかなと思います。こちらはヘデラの製品ではないんですけれども、売っていたので買いました。コクヨのグルーですね。こちらはスティックのりとなっているんですけれども、のりが正方形の断面になっているので紙の角まで簡単に貼ることができる革新的な製品となっております。テレビで放送されているのを見て、こんな製品があるんだと思って気になっていたので買いました。先端は四角形なのに、キャップの方に行くにつれて円になっていく造形が面白くて、デザインにもかなりこだわっているなと思いました。税込み143円となっております。以前動画を作る際に使った紙で試していこうと思います。当たり前なんですけれども、角に糊を貼れるのって本当にありがたいですよね。逆になんでこれまでなかったんだろうって思うほどです。角に糊をつけられないと角から剥がれてしまうことがあるんですが、こちらは机や手を汚さずに楽に貼ることができます。他の糊をあまり知らないので下手なことは言えませんが、糊としての十分な粘着力もあるのでおすすめですね。ただ糊なので仕方ないんですけれども、視界が悪いので右上の角に行った時に見えにくくて、油断していると紙からはみ出して机に糊がついてしまいそうなので気をつけて使っていこうと思います。続いてはヘデラのアルミ定規のカッパーですね。こちらもすごいシンプルなデザインに惹かれて購入しました。この定規は切り込みが設けられていて滑り止め効果があるとのことです。税込み330円となっています。
個人的には端っこからメモリが始まっているっていうのが結構評価できるなと思ってて、すごい使いやすい定規でもあるんじゃないかなと思います。ここにあるスリットのおかげで、ね、紙と定規の間の空気が抜けて滑りにくくなっています。緑のアルミ&ウッド定規と比べても全然違うかなと思いました。カッパーっていう色は高級感があってとてもいい色だなと思います。こちらはヘデラのステープラーですね。かなり輝いているので動画を撮影する自分にとっては非常に取り扱いにくい製品なんですけれども、インテリアとしても十分使えるおしゃれなホチキスとなっています。こうやって立てることができるので机の上に置いておいても場所を取らない製品となっています。税込み638円でした。本体は樹脂でできているので結構軽くて持ってみた感じの重量感っていうのはないなと思いました。芯は別売りですね。ホチキスを開いてここの金具をセットの矢印の方向に動かします。そうすることによってうまく芯と噛み合って使うことができます。人差し指と親指を置くくぼみがこちらのホチキスには設けられているので楽に挟むことができます。こちらのカッパーという色はすごいキラキラしているのでちょっと指紋がつきやすいっていうのはね、注意していただきたいなと思いますね。こちらはヘデラのスタンダードシャープペンです。税込み495円なんですけれども、金属の軸のペンなので値段の割にずっしりとしています。口金の塗装の剥がれ方を見ると真鍮でできているんじゃないかなと思いました。買った当初からネジの塗装がこんな感じで結構剥がれてしまっているので、軸もかなり塗装が剥がれやすいんじゃないかなと思いました。内部のパーツはダブルノック式なのでちょっと変わった形状となっています。開けていくと金属チャックであることは確認できました。ノックの間隔は結構軽いので安っぽくてあんまり好きじゃないですね。キャップはこちらを回すことで開けることができます。消しゴムはついていなかったです。まあ、正直自分みたいな人は消しゴム使わないので、まあ、正直なくてもいいかなって感じですね。重心は結構高めな位置にあって書くときにだいぶ重さを感じてしまうなと思いました。公式サイトを見ると少し後ろに重心を置いて書きやすさにこだわっていますと書かれていたんですけれども、その分の意味が全然わからなかったですね。実際に書いていこうと思うんですけれども、かなり長いペンで多少違和感を感じました。ただ書いてみると、思った以上に良かったかなと思います。まず驚いたのがガタつきが全然ないという点ですね。安いダブルノック式のペンって結構ガタつきが大きくて、まあ、カチカチと書いてる時に、音が鳴ってしまうんですけれども、こちらは全然そんなことないですね。金属の軸なので結構しっかりとした書き味となっています。500円以内のペンにしては、すごいいい書き味だなと思いました。ただ本当に残念なのが、まあ、とても長いペンでありながら重心がだいぶ後ろの方にあるので、まあ、書くのに本当に疲れてしまうという点ですね。自分は野原工芸のペンを主に使っているので重たいペンには慣れているつもりなんですけれども、それでも結構疲れるなと思うので重たいペンが苦手な人には向いていないかなと思いました。口金はスリムな形状となっているのでペン先の視界はかなり良くて、まあ、持ち方とかを変えて使っていけば慣れれば使いやすくなるんじゃないかなと思います。こちらのシャープペンの他にスタンダード製図用シャープペンっていうのもあるのを後から知ったので、今回買えなかったのでまた買ったら紹介をしていこうと思います。とうとう最後になりました。こちらはヘデラのボールペンマーブルですね。だいぶ高級感のあるボールペンで値段は1100円しました。マーブル調の軸がとてもおしゃれで大理石のような見た目なんですけれども、おそらく素材は樹脂かなと思います。グリップの部分はくぼみが設けられているのでメッキ塗装のグリップでありながら滑りにくいボールペンとなっています。グリップと軸を回転させることで芯を出すことができます。使われているインクですが、ありがたいことに 4C 規格となっているので、ジェットストリームだったり自分の好きなインクを入れて使うことができます。口金もだいぶ長い形状となっていて、結構独特なこれまでにないデザインのボールペンかなと思います。
書いてみた感じですが、残念ながらガタつきが結構大きいなと思いました。セロハンテープとかをリフィルに巻きつけてガタつきを少なくしていく必要があると思いますね。ですがマーブル調のところが樹脂で、グリップが金属でできているので重心バランスは結構良くて、まあ、とても書きやすいボールペンとなっています。口金も結構長いので細かい文字とかを書くときにも十分視界が良くて、まあ、ガタつきが大きいということ以外は書く上ではすごい評価ができるボールペンかなと思いました。1000円なので仕方はないと思いますが、メッキ塗装のところがちょっと雑なのでそこも改善してほしいなと思います。ということで今日はヘデラで大人買いをした文房具の紹介でした。すごいおしゃれなデザインなので気になった方は大きめな蔦屋のお店では販売していると思うので実際に試してから買ってみてください。あと質問コーナーの質問を一応昨日か募集し終わったので、回答動画を作っていこうと考えているんですけれども、660個ぐらいのコメントをいただいてびっくりなんですけれども、できるだけたくさんの質問に返していきたいなと思っているので何本か回答動画を作っていくかもしれません。なのでお楽しみにしていてください。このチャンネルではリクエストを募集しているので紹介してほしい文房具ややってほしい企画がありましたらコメントの方よろしくお願いします。限定色とかの情報もありましたらコメントをしていただけるとありがたいです。 Twitter と Instagram もやっていて動画を撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので興味のある方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。